地球有限主義とは、地球を一種の閉じた有限の世界と考える環境倫理学の三つの基本主張の一つ、地球全体主義とも呼ぶ。また、仮説と考えて、地球有限論、地球有限説とも呼ぶ。有限な地球の中で資源は限られたものであり、あらゆる人間活動が環境問題を起こし得ることを考えると、人類の持続的な生存や発展のためには、 資源や環境問題などの制約要因に配慮していかなければならないという考え方。したがって資源を使い環境問題を起こしている人間にはそれを配慮する責任があるという考え方が導き出される。資源や環境問題に配慮しながらどうやって人類活動を進めていくべきかという方法についてはいくつかの種類が考えられる。というのも現実の地球では 資源や環境汚染被害は言うまでもないが、財産や権力といったものの保有の度合いが、おのおのや集団によって異なるという問題があるからで、ある。この状態では、配分的正義をどれだけ通せるかということが問題となる。地球規模での再配分を実現して、平等を完全に貫き通した場合、全人類が必要最小限度で、制約の非常に多い生活を強いられるしかない。 しかし、さもなくば好き放題の生活をして近い将来に破滅を迎える。前者は実現性が非常に低く、後者も考えにくい。そこで平等に関して妥協した方法が考えられる。ギャレット・ハーディンが唱えた救命ボート倫理は、多数の犠牲の上に少数が生存していくというものであり、不平等性から強い批判を受けざるを得ないが、 緊急問題であれば力の面や人類という種の生存維持の面から考えられる。結局倫理的には宇宙戦倫理に近いものが良いとされるようになった。個人間や集団間でのバランスを重視しながら現実の生活を見直していくものである。これに関連して特に社会的弱者が環境被害を受けやすいことを考慮して、 バランスを取ろうとする考え方を環境的正義という。限りなく開発を行い、資源を浪費し、経済の拡大を最優先する過去のフロンティア倫理に対して、それに変わり得る理想的な考え方であるとされる。一方で、これをエコファシズムであると批判する声もある。経済学的には、外部不経済の状態にある今の市場経済を内部化によって、 外部経済に修正していく考えと解釈できる。環境倫理の他の基本主張との関係はこうなる。一人一人の人間は様々な事物に経済的価値、健康、快楽といった幸福などの価値を認めている。それは各人間や人類全体が幸福に生きていくという目的につながる。この達成において環境問題は足かせとなる。そこで、 自然や資源に価値を認めて、それを守るという目的を見出し、二つの価値や目的を比較しながら考え行動していくことで、足かせをなくそうというのが自然の生存権や地球有限主義である。そして、これらを長期的視点で考えようというのが世代間倫理である。ここは地球有限主義だけでは根拠にならないので、世代間倫理を根拠とする。ありがとうございます。